実は私、留学するつもりじゃなかったんです。でも結果的にニューヨークの大学院に3年間留学をして、卒業後ビザを取って、今ニューヨークで働いています。Hello, welcome back to my channel, it's Saki. 皆さんこんにちは、ニューヨーク在住アーティストの Saki です。私は2019年の夏に渡米して、そこから3年間アメリカの大学院で正規留学をして、2022年の5月に卒業しました。大学院中に YouTube を始めたので、その当時の様子を見てくださっている方もいたと思います。そんなにたくさんはできなかったんですけど、実際の Vlog も残っているので、よければ気になる方はぜひ見ていただきたいんですが、卒業してからだいたい1年半が経って、やっといろいろ俯瞰して見れるようになってきました。振り返ってたら、あ、ちょうど今って受験シーズンだったなって思い出したんですね。なので、今留学をしている皆さん、留学を迷っている皆さん、留学を考えている皆さんに、今日はこの動画を作りたいなと思いました。いろんなことが大学院の3年間の中で、そしてまあ今もなんですけど、あったけど、私が留学が悔いなく達成できたなって思ったのは目的がはっきりしていたからかなと思います。この動画のタイトルにもあるように留学は目的じゃなくて手段だって言ってるのを聞いたことがある人もたくさんいると思います。多分留学の説明会だとかいろんな方の YouTube だとかブログとかでも結構目にする言葉じゃないかなと思うんですが、今日の動画では私がなぜそれが大事だと思ったのかを私の経験談も含めて皆さんにお話ししたいと思います。それでは Let's go。 冒頭に言ったように私実は留学するつもりじゃ全然なかったんですね。ただなんで留学になったのかをちょっと話します。とにかく私は舞台の演出が学びたかったんですね。知らない方もいるかもしれないので少しお話しすると、私はアメリカのニューヨークの大学院で舞台演出専攻でした。 MFA Master of Fine Arts、芸術修士号と言われるものを取ったんですが、結論から言うと日本になかったんですね。日本にまあ演劇を学べる大学院とか MFA などのまあ修士号が取れる大学院がなかった。もしかしたら今変わってるかもしれないし、私がまあ頑張っていろいろリサーチしたんだけど、もしかしたらリサーチ不足かもしれないですが、まあ、当時私が頑張ってリサーチをしていろんな大学を見た結果、私のやりたかった実技を重きに置く、そして修士号が取れる大学院っていうのが日本にはなかったんです。就活をしている時にどうしてもやっぱり目指すまではいかなくても勉強してみたい、やらなかったら後悔するんじゃないかっていう気持ちの方がすごく強くなっていたので、これはもう挑戦しないと後悔するなと思ったんですね。なので1年間だけと決めてチャレンジして、もし受からなかったらそこに縁がないっていうことだから就活に戻るっていうふうに決めてました。でそれを決めてから、そこからまあ親にプレゼンをしたりですね、皆さんもやる人もいると思うんですが、就活全部やめて大学院の受験の方に転換しました。なので私の場合はそもそものモチベーションが海外とか留学ではなくって勉強したいことにありました。まあ、大前提としてその当時の生活とか私の GPA とかも含めて、英語力鑑みるとアメリカの大学院なんて程遠いと思ってたので、最初は眼中になかったんですが、まあ、いろんなリサーチをして、まあ、ロンドン、アメリカだとカリフォルニア、ニューヨークも見て、いろんな大学院で何が勉強できるのか細かいカリキュラムでまで見通した結果、やっぱりニューヨークの大学院に行くことが手段だなと思ったので、それを選びました。でこのプロセスがとっても大事だったんですね。私はこのプロセスがあったからその後の大学院の3年間やり遂げられたんじゃないかなって思っています。でまあその後決めてからですね、決めてからもものすごい量の準備なんですよね。受験って大体まあ半年1年ぐらい大学とか大学院の海外に向けてだったらね、日本と同じようにしなきゃいけないんですけど、私が覚えてるのはちょうど1月の9日とかが締め切りだったので、まあ、お正月の時期追い込みだったんですね。当時私は大学に通ってたので、武蔵境というところに住んでいて、武蔵境から実家の奈良に帰らずずっと追い込みをしていました。朝の8時ぐらいに起きて10時に吉祥寺の駅のスターバックスに行って、でお昼に吉祥寺のパルコのスタバに行って、なぜならパルコのスタバは10時まで遅くまで空いてたから、で武蔵境に帰ってマクドで12時までやって、で帰ってまたその次の日朝起きるっていう生活をもう1週間以上追い込みの時はずっとずっとしていました。なので吉祥寺のスターバックスにはとてもお世話になったんですけど、そこまで追い込んで追い込んで追い込んでやって取れた合格の後にあるのは全然バラ色の世界じゃないんですよね。どっちかというと留学の中では落ち込むこと、心がやられることとか悲しいこと、泣きそうになることばっかりなんですね。多分これ留学を経験している人した人は
みんな分かってくれるんじゃないかなと思います。言語が違う場所で自分らしくいるってなかなか大変なんですよね。例えば日本の中でもそうじゃないですか。私は関西出身だから関西の人が東京に行くとか東京の人が関西に行くとか、そこの中で多分カルチャーショックって少なからずあると思うし、こう慣れるのに時間がかかったり戸惑いがあったりとかあると思います。でそれを言語が完全に違う国でやらなきゃいけない。で言語が違うって文化が違うっていうことだから、私はなんか自分が自分じゃないみたいな時間がすごく長く続いてたのが結構特にしんどかったかなっていうふうに覚えてます。そんな状況下の中でたくさんの課題と、そして他の人と交流しないといけないとかいういろんな留学のアスペクトの中で目的がしっかりしていないとなんでここにいるんだろうって考えてしまうんですよね。私は大学院に留学生があんまりいなかったので他の留学生の経験がどうかちょっとわからないんですけど、目的を持っていた私でもやっぱりすごく追い詰められた時は家族と友達と離れてここまで来てここまでしんどい思いをする生活をする価値があるのかなって考えてしまった時期も実はありました。もちろん長くなんか3ヶ月とか続いてないけどポコポコポコってね徹夜した後とかはあったんですけど、だけど一つ言えるのは私の場合は目的があったからこそなんでここにいるんだろうっていうのと辞めたいっていう気持ちは絶対になかったんですね。私の場合 MFA 芸術修士号っていうのをまあ役に立つかわからない学位を取って、でそれを取れたとしてもプロの世界で生きていける人ってほんの一握りで、でも日本の時の周りの同級生はいい会社に入って就職してで出世してってっていうのを、まあ、今でも見るし不安との戦いなんですけど、私は就活決定でも何に変えてでもこれを勉強したいとすごく強く思ってアメリカに来ました。強く思ってここまで来たから、だから絶対にやるんだっていう目的がすごく大きな力に変わっていたと思います。だから大変だったけど辛くはなかったんですね。もちろん英語は辛い時もありました。もう一回この言語のプロセスを減ろうって言われたらちょっと嫌ですってなっちゃうぐらい大変だったけど、でもやっぱりプロセスを経てここに来たから、なんか私が経験してることって誰しもが経験できることじゃ絶対ないし、だからこそすごく英語では grateful って言うんですけど、すごく毎日感謝してたし、すごく幸せだったのを覚えてます。でこんな風に私の場合はとても特定的な目的とジャンルだったけど、でもこの目的はもっと幅広いものでもいいと思うんですね。例えばどこどこの国の文化を体験する、日本では絶対できないこの文化を体験する、オーストラリアのコーヒーカルチャーを体験するとか、あとは私と同じように英語で〇〇の学問を学ぶでもいいと思うし、現地のライフスタイルを経験するでも全然いいと思います。あとは留学の先に何が待っているのか、留学をすることでその経験をどう生かしたいかっていうのを考えるのも大事かなと思います。特に大学の交換留学とかだったらアプリケーションとかでもそういう項目あると思うんですよ。聞かれると思います。これはまあ留学だけじゃないんですけど、その先に目的を持つことでやっぱり人って今何をすればいいのかが分かる。留学の場合だったらその先に目的を持つことで留学中に何をすればいいのか分かる。だからもしもなんか思ってないようなことが起こったとしても目的さえしっかりしてればその中でいろいろやりくりができると思うんですね。私は実は来た当初これはあんまりなくって、とにかくこれをやりたいっていう一心で来たのでその後のことはあんまり考えてなかったんですけど、まあ、1年生の半ばぐらいの時にこの後のまあ2年半をどう過ごそうかなって考えた時に、とりあえずここで勉強するという目的は達成今できていると。どうせあと2年半やるんだったら卒業してからアーティストビザを取ることを目標にした方が無駄な時間を過ごさず今ある限られている留学の時間をこうマキシマムに使って後悔しない選択ができるだろうなって思いました。なので留学の途中からそれが目的になりました。だからコロナがあって授業がリモートになって、私たちの場合は実技の大学院だからリモートになるっていうのは本当にすごく大きなシフト でコロナが明けてからも結構いろんな演劇とかの大学院がグラグラと、私の大学院だけじゃなくて大変だったんですね。実はあんまり動画で話したことなかったけど、大学院卒業する直前私はもうトラウマになるレベルで結構大変だったんです。それは勉強が大変だったんじゃなくて、ざっくり話すと大学院の組織的なこととか、なんか先生が何度も変わったりとか、あるべきサポートがなかったり、生徒側からなんかプロテスト並みにこう声を発し続けて大学院に卒業講演を何とかしてもらうみたいな状況にまでなっていたので、まあそれと私は4つ賞を持ってで学校外でも働いてっていうののバランスがねとても大変だったんですね。だけど
ぶれた感覚はなくて、それはやっぱり目的がはっきりしてたからかなと思います。ここまでまあたくさん私の経験を喋ったんですけど、今この動画を見てくれてる方で目的がないけど留学したいなって思ってる人、私の動画をここまで見てまだそれでもやっぱりやりたいなって思ってるってことは何か絶対意味があると思うから、やらない後悔よりやる後悔だと思います。これも私が留学を通して学んだことの一つでもあるんですけど、とりあえず飛び出してみてそこから目的を見つけるっていう形でもいいと思います。はい、というわけで今日は今まであんまり話してこなくてビデオにもあんまり出てこなかった私の留学の話を皆さんにしました。私の場合は正規留学なので交換留学とか短期留学の人とはちょっとプロセスが違うと思うんですけど、何か誰かの役に立っていると嬉しいです。留学は目的をしっかり持つ方がうまく自分が思ったように達成できるんじゃないかなと思います。ぜひ皆さんの留学経験も教えてください。はい、というわけで今日も見ていただいてありがとうございます。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。